ザザン、前回ね、マサムレゲットしたから、これ波に乗ってるでしょ、これ波に。波に乗ってるっつうことで、今回こそはね、絶対このカバドのを出そうと思うんですよ。いや、頼む、出てくれ。あとね、地味にね、もう少しコンプなんだよな、これ。あと、スコーピオンってやつも気になるんだよね、スコーピオン。リカは持ってるでしょ、サンゴイム持ってる、インドゾウ。インドゾウ持ってたっけ、あ、持ってるな。確か。ゾウも持ってるはず。あ、サイだっけ、あ、白サイか。あれ、インドゾウ持ってたっけ、持ってるわ、インドゾウね。インドゾウ持ってて、カバ太郎持ってるでしょ、マサムネを持って、異次元卵も持ってるでしょ。パンダだ、あとパンダも持ってない、パンダ、ジャイアントパンダ、ジャイアントパンダも欲しいってことで、早速ねゲットしようで、その前にちょっとチョコスナックを食しからの、頼むぜカバ殿、カバ殿来てくれ、頼むぜカバ殿。あれ、切れた、あった、はい、行くぜ、開いてる、頼む、カバドの来い、カバサブロ、クソ、カブ、あ、カバサブロ持ってるよ、カバ三兄弟ももう揃ってるから、ほら、カバジロウでしょ、カバジロウに、あれ、カバサブロでしょ、今当たったカバサブロで、そして最後の、いねえな、おい、あいつどこ行った、いねえぞ、どこ行った、家でしたか、あれ、カバ太郎がいない、あのバイトしてね、この兄弟たちいた、カバ太郎、バイトの帝王カバ太郎、このカバ太郎長男でしょ、長男のカバ太郎に次男の水辺のダークヒーローだから、水辺のダークヒーローかっこ自称っていうね、こいつカバジロでしょ、でカバサブロ、揺れるサラサラヘア、カバサブロ、いや、かぶったな、クソ、まあいいか、しょうがねえ、まあカバつながりでね、次回こそはカバドを狙うぜ、すごい、また次回カバドでお会いしましょう。もうこんな揃ってきたわ、いいね、絵が好きなんだよね、このカード、めっちゃ絵描くときにめっちゃ使えるからね、すごい、次回こそはカバドのね、絶対出すから、その時もうね、お呼ばれとしてこれを飲んじゃうかな、これをチャーミスルをね、チャミスじゃねえ、シーバスだったシーバスね、シーバスをね飲んじゃうぜ、次回また次回お会いしましょう、カバドのね、バイバイ。